ルでは、すっきり部屋を保つ工夫や、小さい子やミニマリストに興味のない家族がいる人や、ミニマリズムについて女性、主婦、子育て中の観点からお話ししたりしています。このチャンネルに興味を持っていただけたら、高評価やチャンネル登録をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。